じゃあちょっとネクストファインディングに行きましょう。ネクストファインディング。おお、アブドミナルペイン来ました。Began 4 days after starting ibuprofen during a business trip to South Africa。だからさ、来ましたよ。どんだけ。すごいね。Pain was constant, associated with appetite loss, bloating, vomiting, and reflux. Pain was worse while laying supine at night. No associated diarrhea, constipation, melena, or blood in stool. Began PPI with and had minimal improvement in symptoms. ということで、アフリカ行きましたね、これ。アフリカ引っ張って、これ、どういう意味ですかね。南アフリカにマラリアってあんまりいないんじゃないですか、まあ、やっぱり大自然ですよね。え、これ南アフリカっていうのはこれはの南アフリカ共和国なのかでいいんですかね。どうなんだろう。なんかただ地域の話をしてるのか、そんなざっくりだろ。これ国なのか、ちょっとなんかリパブリックオブとかつかないんですか、共和国だから。まあね、あ、やっぱりリパブリックオブサウスアフリカって書いてますからね、地域っていう話だ。ゾーンの話なのか、ね、ゾーンなのか国なのかが、どうなんでしょうね。あ、でもなんか分かんないですね。大文字だったら国っぽくないですか、サウスアフリカ。そういうのだとこれは小文字混じりなんですよね。まあいや、素直に南アフリカの国でいいんじゃないの。まあそれでお腹が痛いのがイブプロフェンを始めてから4日後ということで、1週間前からあれですよね、イブプロフェンを始めて、4日後に、サウスアフリカ、南アフリカに、仕事で旅行に行って、そしたらお腹痛くなってきたと。その、まあ、飛行機の中でなのか、その旅行の途中でお腹痛くなってきたということなんですね。で、この人はでも今、ニューヨークに帰ってきたのかな、帰ってきたことでいいんですかね。で、このお腹の痛みは、持続的で、それに加えて食欲がなくなって、であとお腹が張って結構おならが出ると、であと気持ち悪くて吐いていて、あと逆流もあるということなんですね。であとは、それは夜中に、まあ、行外で横になってると痛みが強くなるということなんですね。うん、まあ、なので、まあ、つまり今日はちょっとマラリアというよりはなんかこう膵炎ともちょっと違うのかな。行外 で痛みが強くなるっていうとなんかね、であとは、パーティネントネガティブということで下痢とか便秘、あとは血便なんかは特に、見られません。 PPI プロトンポンプインヒビターを始めて見たけれども良くなりませんでしたということで、まあ、これはイブプロフェンで消化性潰瘍を否定している文章なのか。南アフリカだと北東部の標高の低い地域で1年を通してマラリアに注意が必要です。最もリスクが高くなる時期は10月から5月ですって書いてありますね。あとはデング、フィラリア、チクングニアも注意を。あのちょっとわかんないですけど、During a business trip to South Africa なので、これちょっと平野くんにもちょっと解釈をお願いしたいんですけど、これはまだ South Africa には到着してないっていう理解なのかどうなのかっていうのもちょっと今気になったんですけど。確かに、ネセサリーリー・イン・サウスアフリカではないですよね。そうなんですよね。インだったら、うん、サウスアフリカに多分今いて、その途中でデュアリングなんですけど、デュアリングトゥーなので、だからどっちかっていうとこう、まあ、そうですよね。オンフライトみたいなイメージなのかな。素直に読むと南アフリカですけどね。いるのか、そうか。割と素直に読んだら多分そうだと思いますけど、まあ、確かに可能性としては、いいんじゃないから、まあ、ありオンフライトっていう説もなきにしもあらずですけど、うん、まあ、多分南アフリカかなみたいな感じです、ね。なるほど。南だからあれなんですね、その10月とか11月から4月、5月っていうのが夏ってことですよね。さすがに、この流れで COVID はないですよね、このサウスアフリカ。変異株。変異株。そうなんですよ、それ考えちゃうんですよ。最近話題だから。でも、さすがにコービットは。コービットだね。2週間続いちゃうと。死んじゃいますもんね。死んじゃうとか結構大変になっちゃう。ALGS なってるか、治ってるか。あと、ビジネストリップしないでほしいですね。本当にコービットのシーズンの話なんだったら。確かにそうですね。まあ、あの、マラリアみたいな蚊は、まあ、都市が、あの、あれですよね。あの、綺麗なとこ、水が綺麗なとこの蚊なんで、
うん、まあ、ビジネストリップしてる場合はあんまり鑑別に上がんないですね。うん、まあ、どっちかっていうと、あの都市型の蚊は、まあ、デンギですね。デンギフィーバーを疑うべきじゃないかなと。あと潜伏、あと潜伏期間で考えるべきじゃないですかね。うん、まあ、まあ、マラリアだったら何でもありですけど、まあ、デンギだったら潜伏期間4日ぐらいだったんですよね。4日から1週間とかですよね。ちょっと そちら辺は厳しくなってくるんじゃないかなと。確かに旅行者の発熱は潜伏期間から逆算で考えましょうかも。あれなんですね、その田舎のネズミと都会のネズミみたいな感じで、都会の蚊はデングなんですね。熱帯島蚊と一筋島蚊でしたっけ。一筋島蚊、熱帯がデングで一筋がマラリア。成長博物館にめっちゃ分かりやすく解説があるんですけど、目黒の、目黒の、ぜひ見に行ってもらいたいと。潰れそうなんで。そうですね、確かに確かに今存続が危ぶまれてるというのっぱらの噂です。緊急事態なかったら取材に行く予定だったんですけど。じゃあこの腹痛に関してどうするかというところで、 N セイドで悪化してるっていうのは、もしかしたら潰瘍性病変を持ってるって。もう当てに行くならガストリノーマの悪性転移すごい絞ってきた。でもゾリンジャーみたいな病態になってたら下痢が伴ってくるはずなんですけど、ただ会うとこは PPI であんまり効かないっていう。下痢があったらもうちょっとクローズしちゃいそう。どっちかというと上部消化管のが主体的な、それを取り巻く臓器が病変があるんじゃないかって思いますけど、大きいと膣逆、まあ、リフラックスと腹部網膜触手不振。あとは横になって悪化するってどう捉えればいいんですかね。僕の解釈で正しいかどうかあれなんですけど、そのまっすぐ寝るとちょっとこう後腹膜臓器自体が背骨のアーチによってこうテンションが高くなるから、この膵炎とかであの前屈するとお腹痛いの少し楽になるとかって言いますよね。だからそこもその後腹膜のテンションが減るから後腹膜臓器の場合は痛みが減るのかななんて 僕としてはなんとなく解釈してるので、なのでこのまっすぐスパイになって魚眼になって痛みが軽くなるっていうことだと、後腹膜のこと考えた方がいいのかなって。ガストリノーマが膵臓にあったら説明つきますかね、じゃあ。膵臓、確かにガストリノーマ、そうですね。まあ、ガストリノーマってあれですよね、多分かなり小さいですよね。小さいですね、はい。ガバッとこう、こなんか、まっすぐにならないか。そうそう、そうなんですよね。痛みっていうところが合わないですよね。そうですね、そこはちょっと違うかもしれないし、2人のだからまだ大動脈とか腎臓とかは、まあ、積極的に残しておいてもいいのかもしれないし、あと腎臓はちょっとあるか、その背骨とはちょっと距離があるから、バテージンだったとかなるほど。質問なんですけど、はい、もちろんさっきの鑑別のところでクロニックミエロイド上げたのってなんでですか。あ、CML、あ、皮脂です、皮脂。それが皮脂なの。そうです、皮脂の鑑別で CML 上げてます、すいません。慢性骨髄白血病で急激に悪くなってんだったら、まあ、白血化してんじゃないかとか、今、あ、そういうことか。血球のターンオーバーが早あのかなり多くなるので、まあ、それに伴って、脾臓が働かないといけないというか。非常にあの働く細胞的な説明で申し訳ないが、工場でかくなっちゃってるっていう。後腹膜栓症とかってどうなんですかね、栓症とか。後腹膜栓症って後腹膜栓症そのものでは痛くなくて、やっぱりあれですね、こう尿管が圧迫されて栓症でとか、そうですよね。そういうところで、まあでも何かそういうものがあってもいいかもしれないですね。後腹膜系で悪化するような病態って、あとは何ですかね、まあ腸腰筋脳瘍とかですか。うん、腸腰筋脳瘍がクロニックに進むっていうと結核です。まあ、身体診察はまあさっきからあるんです、このソワーズサインを取りに。まだちょっと7分の2だから、まだ広げる段階ですね。やばいです、これもう1時間半コースになってるそれで言うともう半分使いましたけどいや終わるかなやばい。じゃあちょっと次いきますか。はい、Review of Systems Positive for、Unintentional お10 Pound Weight Loss、うん、なるほど、体重が10ポンド、4.5キロぐらいですかね、体重減りましたと。まあ、体重がもともとかなり90キロぐらいある人ですね。
でそれで over 1 month and night sweats 1 to 2 times per week bed sheets are soaked、うん、なるほど1週間に 1,2 回、そのシーツを交換しないといけないぐらい、等間があるということですね。おこれは美症状そのものですね。そうですね、うん、ということでこうなってくるとリンパ腫、結核、まあ、リンフォーマー入れとかないといけないですね。だからリンフォーマーに行かせようとしてるだけなんじゃないかってこれはこれでっていう感じです。トリプレーとか会議とかは少し下がる。イエローマンで B 症状 出ないから、まあ、結局 B 症状がないもの、もう3番以降はみんな B 症状ないみたいな。体重は減ってもいいけど寝汗は出ないよねって。寝汗が出るって結構おじさんたちを戦慄させるキーワードなんですよね。人間の体って夜中は体温下がるじゃないですか。だから、まあ、夜中って普通汗は日中に比べると随分減るはずなんですけど、その体に持続的に炎症があることによって発汗量が夜中も減らないんですよね。だから日中と同じペースで汗が出ちゃうっていうことで、だからまあ持続的に炎症がありますということのサインだと思ってもらって、なのでリンパ腫とかその代表格がリンパ腫とか結核とかで、なんか今後例えば心筋梗塞とかで冷や汗が出ますみたいな、ちょっとまた別の話なんですよね。交感神経がぐっと興奮して汗が出るっていうのとまたちょっと別の話だと。あ、じゃあどんどんいきますか。はい。メディカルヒストリー、プロシージャーヒストリー、コロノスコピー6 months ago、1.3 centimeters cecil, lobulated polypoid lesion in the rectum removed。 なんかあまり、そうですかって感じですね。とりあえず大直腸のポリープを取りました。これが後から聞いてきた。聞いてくるか聞いてこない。これが聞いてきたらきっとびっくりします。直腸領域でなんか多発してるわけでもないですもんね。そうなんですよね、うん、単発のまあポリープ取りましたそれだけっていう、はい、ふうに思いたい。これチェックアップなんですかね。そうですね、素直にいけば、まあ、検診で見つかってぐらいな感覚でいいんでしょうね、うん、まあ、この半年前は特に大きな症状ないですもんね、うん、そうですね、うん、まずそれまで何かいろいろ言われてた人ではないということを、まあ、裏側で言おうとしているということかな。そうですね、はい、かな。特に気温のないっていう感じですね、はい、そうですね。じゃあちょっとどんどんいきますよ、はい